ここなんか鉄門っていうところでしょ。一人ずつ。はい、行きますよ。鉄門でございます。はいはいはい。はい、というわけで、はい。みーさん、また今回この番組にゲストが。そうなんですよ。あのね、ちょっと今回、まあ、僕もギター持ってますし、はい、ここギター置いてあるでしょ。え？ちょっとね。ギターってこと？もう初の音楽系ゲストよ。うわー、好き音楽。ギターってことはもしかしたら、はい、押尾幸太郎。ギタリストのトップがすごいっしょ。ギター一本ってことでしょ。っていうことは畑元博。ひまわりの違います。山崎きます。うわ、ちょっと山崎きますよ今回。マジっすか。マジだ。いや、めちゃめちょっとセロリマジで。いやいや、ワンモアタイムとか大好き。やばくないですか山崎。やば。じゃあ山崎、ね、もう分かってると思います。はい、山崎呼びます。はい、では山崎です。どうぞよろしくお願いします。山崎です。 SBS の山崎です。よろしくお願いします。まあ山崎だもんね。山崎です。間違いはないですけどね。正義呼べなかったです。カナの方で、カナの方で、はい、今回もお願いします。何音楽ゲスト。いや、あの、まあ、やっぱさ、俺あのわさびをね、はい、ずっと2人で4月からやってますから、はい、まあね、前回は大月ちゃん来てくれましたから。本当ですか。僕は山崎さんですよ。そうなんですよ。どう山崎さんとラジオやって。そりゃもう勉強になります。そんな棒読みで言う。そんな棒、ね、すごいんですよ、この魂を入れて喋る時と魂が入ってないトークの差が激しい。で、あと自分が興味がないネタ一切絡んでこない。わかる。ラジオ聞いててたまに消えるもんね。消えてます。トイレは行ってないですけど。トイレ行ってるのかなと思うぐらい。ずっとスタジオにはいるんですけどね。びっくりしますよ、一言も質問とかしてこない。俺もたまに兄さんピンの番組だったと思いました。だろ聞いてて。俺でこの間のうずらの卵の中継があって、はい、で俺はうずらとか鳥大好きだから、うわーもうすごいかわいいね、うずらかわいい、卵も食べたいね、はい、一言も。いや、うずらだったらなんかあるでしょ。うずらが怒るなんだずら。うまいなんだずらだって。なんだずらめっちゃ怒ってましたよ、うずらが。ちゃんと話も聞いてるし、相槌も打ってる気ではいるんですよ。ラジオでうんうんって言うな。ラジオでうんうん言うな。ちゃんと声出せや。そういう気がいるんですけど、なかなかね。じゃあラジオ始めて半年楽しいの？楽しいですよ、とっても。はい、だってもうそれでラジオをきっかけに今私ギターを始めたんですもんね。そう、なんかすごいらしいっすね。さあ、そこで今日のテーマ早速出してもらいましょうか。お、はい、今日のテーマはこちら。じゃん。つまびく姿は3割増し。これ分かります。やっぱり例えばあいみょんとか、めちゃめちゃ美人って言われたらそんな可愛いよ。可愛い。だけどギター持って歌ったら本当に可愛く見えるじゃん、余計に。かっこよくも見えますね。かっこよくも見えますし。そういうことだよね。そういうことです。なるほど。で、映えアイテムとして今回は。映えアイテムなの。なるほど。動機はチャラいんですよ。チャラいな。動機はチャラいんですけど、でも4月から始めてそこそこ弾けるようになったんですよ。あ、そう。練習したの。練習してました。ちょまずギター持ってみよう。はい、これギター買って。これはですね、スタッフさんのお借りして。あ、でもこのカポは買いました。カポだけです。700円のこれだけは買いました。ピックも俺の使ってます。買え。100円ぐらい買えや。買えよ。じゃあカポ2でつけて。カポ2。あ、なんかいいよ。いいでしょ、うん、じゃあ山から、はい、C 出して。 C、うん、いいね。おお。E マイナー出して。E マイナー。もういいね。やってる。そしてじゃあ A マイナー出して。A マイナー。そしてほとんどの人がここでつまずく。うん、F いって。おお。これ今わかりました？普通 F ってここなんですよ。そう。これなんですよ。この指一本、人差し指でこうやって押さえるんですよ。はいはい。僕が教えたやり方はこれをこうやって握る。こうじゃなくてこうやって握る。簡単バージョンね。そう、これも F なんですよ。これも F、これも F。ベース音出さずに。そう、ベース音も軽く出すんだけど、これの方が弾きやすいよっつって。そうで、これを知ってから世界が変わったんですよね。うん、いやそう、だってギターは F を超えるか超えないかですよね。そうなんですよ。ギリ超えて私も。ギリ超えた。ギリ超えた。ギリ超えられて今ここにいるんですよね。うわ、すごい。でもちゃんと鳴ってるもん、音が。ちゃんと出す。じゃあ山から、じゃあ C でストロークして、ストローク。はい、
マイナーでアルペジオやって。 A マイナー。母を訪ねて3年悲しい悲しい。でもすごいよ、雰囲気あるでしょ。ありがとうございます。すごいでしょ。弾けるようになると楽しいんですよ、やっぱりね。そうなんですよ。楽しいんだ。じゃあ今楽しい、楽しいですよね。じゃあちょっと山かなさん、今日ちょっと聞かせてもらおうかな。あら、そういうのできるの。じゃあちょっと今準備しますね。よっしゃ、はい、私もじゃあギター女子いいですか。じゃあ山崎かな、はい、ですね、藤崎さんに何これコピーしろって携帯スマホで見るな。いきます。お願いします。麦わらの、あ、これダメです。ええこれダメです。ごめんなさい。麦わらの聞きたいんですけど。麦わらのダメ、ダメです。ダメ。これあのインターネットで配信されるでしょ、はい、あの著作権の問題があって、うわあの歌弾いちゃダメなんですよ。歌っちゃダメなんですよ。いやおい、麦わらかなみょんなりたかった。かなみょんごめん。かなみょんの麦わら、麦わらダメなんだ。ダメでした。じゃあ、じゃあ弾き語りできないってことか。できない。これじゃあ諦めるか。そう思いまして、はい、こういうのって著作権が切れてるやつだったらいいんですよ。キラキラ星って同様。キラキラ星。キラキラ星。ただ、うん、キラキラ星は曲はもう切れてるんですけど、著作権が、はいはい、歌詞の方は作った方がご存命なのでまだほうダメなんですよ。だから今回は、うん、キラキラ星に合わせて替え歌でやっていただきます。そうすると問題、そうすると問題ないんで、キラキラ星の替え歌バージョンでお願いいたします。お願いします。せーの。キラキラ光る親父の頭、なめなですれば御利益あるよ。キラキラ光る親父の頭。いやいやいい。これキラキラ星作った人は怒らないけど、はい、親父が怒る。そんなキラキラしとらへん。なぜなぜ。ごめんなさい。なぜなぜ。ご利益ねえぞ。すごいなギター。じゃあ山からさん、はい、あの僕も今回ギター持ってきてるんで。あ、キラキラ親父。はい、キラキラ親父が。じゃあ僕も歌っていいですか。じゃあ行きましょう。じゃあお願いします。します。キラキラ星、かゆたバージョン、聴いてください。そうなんですね。プロです。そういえばあの話聞いたんだけど、はい、
モンドが楽器を始めたの、うん、何ですか。ちょっとあの紹介しますの、ちょっとこれ何ミカ持ってきたよ。なんとこれマジシャクレレをね、シャクレレシャクレレ、ウクレレ。